では、パパミチャンネル、あ、違う間違えてるパパナガチャンネル、スタートいたします。さあ、なんかあるかな。野球、プロ野球選手って言ってもさ、うん、ものすごい人数いるじゃない、うん、いるね。伸び人数何人いるんだろう。だいたい、じゃあ70人だから、それが12球団だから、840人まずね、840人プラス、うんうん、コーチ陣が全部で200人ぐらいいるから、うん、多分1000人、うん、で、あとスタッフなんだかんだ各球団合わせると多分1000、そうだね、まあ、現場に出てるだけでも1200ぐらいはいるんじゃないの、うん、現役生活がトータル何年、ね、19年で、まあほら、あのね、入れ替わりもあるだろうからさ、うん、もちろんこれね、大体ね、うん、ドラフトがやるとね、うん、1年大体7、8人ぐらいなのよ、うん、ね、っていうことは10年で1チーム入れ替わるんだよ ね、うん、ね、選手、そうそう、だから延べ人数で結構だよね。だから俺、うん、19年だからチームが2つできてるぐらいか、うん、ああ、そっかそっか、うん、実際にさ、そのチーム球団で言ってたらさ、うん、まあ、よくは中身は分からないけども、うん、球団の中、まあ、もしくはほら同じプロ野球選手の中でさ、うんうん、仲良かった選手ももちろんいると思うんだけどさ、うん、まあこいつはみたいな感じとかさ、仲悪かったとかさ、なんか物申したいとかってこう引っ張った選手とかっている？あるよ、あるやっぱり、あるやっぱりね、うん、人間だからね、うん、ちょっとこう、なんだあの野郎とかね、うん、いうのはね、やっぱある。じゃあさ、これはね、先輩でも後輩でも関係ない。じゃあちょっと先に楽しい話からで、うん、この選手とは仲良かったなっていう思い出深い人って、いや、ね、うん、それもあんまりないんだよ。あ、そう。で、俺プロ入るときにね、うん、一番最初に言われたのがね、うん、まずね、チーム内に友達を作るなって言われたんだよ、うんうん、だから極力仲良くする人を作らなかったの、うんうんうん、でやっぱりみんなライバルだから、うん、やっぱりそこでほら年俸の差が出てきたりとか、うん、待遇の差が出てくると、うん、そこにやっかみとかそういうのもやっぱりこう加わってくると、でそこでほら仲良くするとさ、その2人の間にさ、うん、こう亀裂が入ってくるわけじゃない。だから一番最初に言われたのが、やっぱりそのチームの中で仲のいい選手は友達は絶対に作るなってことは言われた。結構ほら本ちゃんのさ、松永ひろみチャンネルの方でも、うんうん、OB の選手が出てくださったじゃない、うんうん、まあ、で結構会話とか聞いてたらさ、うん、あ、広瀬さんとかさ、うん、あの辺とか皆さん、あ、現役の時から仲良かったのかなって思われるぐらい結構会話が盛り上がってたじゃん、うん、あのね、現役の時はね、うん、広瀬とかはね、うん、ほとんどね、どっちか言ったら嫌味言ってた、うん、あ、本当、うん、なんだよお前ドラフト1位でお前契約金もらってお前全然活躍してねえじゃねえかとかね、うんうん、そういう話はしてるって、してたけど、うん、憎くて言ってんじゃないんだよね。でもそういう会話が、ね、うん、本当に憎い人はね、うん、多分会話しない。あ、逆にね、うん、ただね、うん、これね、普通の人もあると思うんだけど、うん、自分でこう、あ、この人なんか苦手だなとか、うん、この人なんか嫌だなとかって思ってる人いるじゃない、うん、そうすると人間ってさ、自然とその人と会話しないじゃん。あ、まあ近づかない、まずね。俺ね、うん、塾やったじゃない、うん、少年野球の塾、うん、その時って子供だけじゃなくてさ、うん、お父さんお母さんも相手しなきゃいけないから、うん、保護者も。その時ね、このお父さん苦手だなって人いたのよ。まあそれもあるよね。いたのでね、うん、やっぱりね、そういう時ってね、うん、自分からね、近づくんだよ、うん、で自分から近づくとね、すごい変わるんだよ相手が、うん、でね、はっきり言って、じゃあ苦手だと思ってる人いるじゃない、その人にね、相手にその苦手だと思ってる相手の人に、例えば先輩でも後輩でも、うん、私のこと嫌いですかって不意に聞くとするじゃない、なんて答えると思う。そんなことないよって言わない。あ、言わない。そんなことないじゃなくて、言われる言葉はね、君が僕のことを嫌がってるんだろって言われるんだよ。だから分かるのよ相手も、なんとなく向こうが俺のことを避けてんじゃないか、それが分かるよね、うん、だからそういうふうに自分も気づいたから、うん、少年野球の時にはね、うん、保護者にはね、自分から積極的にね、うん、近づいていった、うんうん、でも私もさ、やっぱり社会人になって、うん、もちろん若い頃はさ、できるだけ避けて通ってきたけど、うん、社会人になるとさ、うん、仕事先でいろんな方たちと知り合うと、うん、やっぱりちょっと苦手だなっていうね、いるじゃない、ね、だけど私もそういう方たちのところには、うん、やっぱり足を運んで、うん、ようにした、逃げないようにした、うん、いやだからね、うん、カリナさんがいるじゃない、うん、まあ、お亡くなりになったけど、うん、俺16年ぐらいね、カルダさんと一緒にお仕事の場にこう行ったのよ、うん、
でもさ、ずっと金田さん、私の中のこの金田さんはさ、でしょ、うそうそう、ずっと仲良くて仲いい感じでしょ、そうそう、お食事も行ったし、そう、お食事も誘ってくれたりとか、お気にかけてくれて、電話くれたりとか、そう、電話くれたりとかするじゃない、うんうん、だけど、その10年ぐらい前までは、うんうん、お前、名前誰だとかね、うん、例えば空港でね、こう、搭乗手続きしてたら、うん、後ろからね、急に来てね、後頭部をバーンってどつかれたりとか、あの靴を上から足がガーンって踏まれたりとか、もうね、お前なんか全然あの期待してないからとかね、ずっと金田さんじゃない、いや言われてきたの、うん、でもね俺はほらそういうふうにこうあの自分が苦手だなと思ってる人に、うん、逆に自分から近づくことによって、まあ、向こうも多分あの自分のことが避けてるわけじゃないっていうようなねイメージを持たせるのに俺しつこくしつこくこう自分の方からこう言ったのよ、帰って近づいてたのね、そうするとあの俺とあの金田さんのママが見てる関係が、うんうん、あれだって16年かかったんだよ、そうか16年、うんうん、だからやっぱり苦手な人がいても自分からこう積極的にこう笑顔でこう近づいていくと、うん、多分向こうは最初はこうなんかあいつ俺のこと多分避けてんだろうなって思ってる人でも多分あ違ったんだ、うん、あこいついいやつだなっていうのに多分変わると思うのね、うん、で俺だからね言っとくよ、野球界で基本から自分からまず最初に嫌いになるっていう人いないのよ、うんうん、みんな好きなのよ、うん、好きなんだけどこっちからアプローチかけていってもなんか相手してくれなかったら、ああもうこの人俺のこと嫌なんだろうなと思うから、うん、もう自分の中で拒否反応が生まれるだけ、うんうん、だから話したらね、まあ、人間だからもうよっぽどだよね、うん、そうか、うん、だから水泳の世界ない、水泳の世界もやっぱりあったけど、うん、いるんじゃない、なんか、うん、だってさ俺らあの男組んだね、うん、でママ女軍団、ね、うん、女軍団のこのなんか嫌がらせとかってひどいんじゃないの、なんか噂に聞くよ、あ、まあ、あったとは聞くんだけど、うん、私ねあんまり気にしない性格だったのね、あそれもでもあるんだよね、そう気にする人いるんだよ結構ね、そうもう些細なことで気になっちゃって、うん、それがどん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 大きくなってって、うんうん、でやめちゃう子とかもいるんだけど、うん、あったと思うんだけど、うん、私もとにかくねいい意味で水泳バカだったのかもしれないんだけど、でも俺のいろいろ夫婦で言う時には気にするよね、うん、あそれはねだからそのスポーツやってた時にはもう本当それにもう、うん、とにかく一生懸命だった、だから周りからガヤガヤ言われようが、うん、私はもう記録を出せば全てだと思ってたから、うんうん、そう水泳は記録っていうタイムがあるからいいよね、そう野球ないからねタイム、うん、ここをやっぱり超えないと、うん、そんなのに巻き込まれてても全国大会にも行けないし、うん、選ばれないわけよ代表にも、うんうんうん、もうだからそんなやってガヤガヤ言ってても水の中潜っちゃえば一人だから、うん、泳いでる時は、うんうん、だからあんまり気にしてなかったから、ああの、ね、野球選手逆だよね、あでね、そうそう、あとはだからつるむことをしなかったの、あ女の子じゃ珍しいかも、あ、うん、まあ、つるまないのはでもいいことなんだよ、そう、うん、であのみんなのこと嫌いじゃないんだけど、ね、嫌いじゃないの、うん、つるまないのはね、なんかつるまない分、そうだからね、私も友達少ないかも、友達って言える友達は本当にもうこう、いやでも俺よりも多いよ、それは大人になってからだと思う、俺ほんと少ないよ、だけど本音を話せる友達はほんと一握りよ、うん、あの仲良くはみんなとはできるよ、うん、だけど実際に自分の心の内をねこう話せる相手っていうのは、うん、まあまあそれはもう いっぱいないからね、うん、いっぱいあのいたら大変、いたらねもう あっちの人にもこっちの人も本人言ってたらね、うん、必ずどっかからね、うん、あの人の口にね戸は立てられないから、うん、どっかから漏れる、あとはまあねよくここで喋るから、まあ、それでね、うん、発散されてるんだけどね、まあ、そう、うん、やっぱだからまああの、うん、離れない前提でね、そうそうそう、やっぱりこう喋ってるから、うん、まあそこでまあまあ一番やっぱ頼りになるのは夫婦だよね、そうだね、うん、まあここ使えるかどうかわかんないけどさ、ね、前の奥さんと別れる気なかったね、うん、だってほら自分から嫌いにはならないって言ったら、そうそうそう、だからあのねまあその話をするとね、うん、あの俺からはね、うん、あの別れようっていう言葉は一言も喋ってないんだよねえ、うん、俺からは喋ってない、まあ、それはねあの10年一緒にいて、うん、まあ、それはだんだん分かってくるようになったから、分かるでしょ、あ本当なんだってな、ね、どういう立場になってもさ、うん、そのなんかこう一緒になった限りは、うん、
なんかこう自分から言うのもなんか自分のこと今までやってきたことを否定するからね、うんうん、自分が選んだのにっていうのがあるし、だからそういうこんな真面目な話はあんまり良くないよこんな話は。だってこっちの人はね、大体ほらあの明るい話かさ、はい、我々のあの喧嘩もしてる姿を見るのも一つこうあのぼーっと見てると時間のねあの使い方でもこう提供していかなきゃいけないからさ、じゃあ次はバトルでもね、なんかそうだね、そういうことで、また次回もよろしくお願いいたします。ではさようなら。